なんで私がこんなに貧乏な暮らしに耐えなくちゃいけないの？急にどうしたんだよ。もう限界。何が家庭菜園よ。貧乏臭いったらありゃしない。庭で採れるトマトを最高だって言ってたじゃないか。家の中のものだって、リサイクルショップで買ってきたものをあんたが修理して使って、情けないったらないわ。まだ使えるものは再利用すればいいと思うんだけど、ダメかな。私は新品が欲しいの。人のお風呂なんて嫌なのよ。そうだったのか。手作り味噌やぬか漬け、貧乏臭いものばっか。もううんざり。自然な食品で子供たちを育てたいと思ってさ。別れるわ。え？最近知り合った人がいるの。浮気してるの？食事に行くだけの仲よ。その人を選ぶのか？結婚して子供がいることも全部知った上で私を受け入れてくれるって。子供も連れて行くの？うんうん、再婚の条件は子供を置いてくることだから。でも息子たちはまだ中二と小6だぞ。まだ母親が恋しい年頃なのに。何言ってるのよ。あの子たちが懐いてるのはあなたでしょ。私なんて口も聞いてもらえないんだから。いろいろと修理したり、庭の畑の世話を手伝ってもらってるだけだよ。3人で仲良く畑仕事してるの見て、いつも私は取り残されてた。なら君も一緒に。冗談じゃないわ。なんで私が土いじりなんかしなくちゃいけないわけ？楽しいんだけどな。トマトもキュウリもスーパーで売ってるの。たった数百円よ。今節約してお金は子供たちのために取っておきたいんだ。取っておくようなお金もない安月給のくせに何偉そうに言ってんのよ。すまん。そういうわけで私は出ていくから。本気なのか？彼があなたに慰謝料を払うって。そんなのいらないよ。後から誰かに何か吹き込まれて多額の請求されるくらいなら最初から払っておくっていうの。おとなしく受け取って。でも子供たちの養育費代わりと思ってさ。それならありがたくもらうよ。たく、情けない男ね。妻を奪った男からお金もらうなんて。君が受け取れって言うから。これで縁が切れるなら安いもんよ。手切れ金ね。子供たちに会いたくないの？どうでもいいわ。私にはこれからバラ色の生活が待ってるの。お金があれば幸せなのか？だとしたら僕じゃ君を幸せにできてなかったってことだね。ごめん。もういいわ。ああ、ワクワクするわね。40歳だけど、もう一人くらい産めないかしら。豪華な産院で最高級のベビーグッズ。きっと素敵なお産になるわね。楽しそうだね。そうと決まったら荷物をまとめなくちゃ。ああ、いや。やっぱりいらないか。全部捨てておいて。服とかバッグは？あんな安っぽいもの、ゴミ以下よ。私が持ってるもので高級品と呼べるものは皆無。何も買ってやれなかったね。本当にごめん。悪いと思ってるならさっさと離婚届書いて。分かったよ。今までありがとう。10年後。元気にしてる？先へ？久しぶりだな。こっちはみんな元気だよ。あなた再婚は？するわけないだろ。俺がそんなにモテると思うか？あなたは素敵な人よ。急にどうしたんだよ。懐かしいな。庭で採れたトマトの味、今でも思い出すの。え？あなたが500円で買ってきて直してくれたトースターで焼いた少し焦げたパンの味も。本当にどうしたの？何かあった？今の夫とうまくいってないの。そうなんだ。仕事や接待で家にはほとんどいないし、好きに使っていいからってカードを渡されてるけど、一通り買ってしまえばもう物欲なんてないし、何も楽しくない。しかも気に入らないことがあると手を挙げられるの。それはひどい人だね。でもその人を選んだのは君だよ。そうよ。だから私が間違ってたって気づいたのよ。10年経って今頃そんなことを言われても。シュートはもう社会人？エータは大学生かしら。まあそんな感じかな。会いたいわ。あの子たちも多感な年頃に母親を失って辛い思いをさせたわね。
直接会って謝りたい。大丈夫だよ、本人たちも切り替えてうまくやってたし。無理させてたのね、ほんとダメな母親。そういえばあれから子供は産んだの？できなかったの。そのことでも夫からネチネチ言われてね。もっと若い嫁をもらえばよかったとか、その都度叩かれてたわ。それは辛かったね。本当に優しい人ね。あなたみたいな人を裏切ったなんて、なんて愚かなことをしたんだと今でも後悔してるのよ。僕のことならもういいから。前の家に住んでるの？実は引っ越したんだ。どこ？遊びに行くわ。いや、それはやめておこう。お互い別々の人生を歩んでるんだし。遠慮なんかしなくていいのよ。私はとっくに今の夫と別れて、あなたと一緒になる覚悟はできてるんだから。勝手に決めないでくれるかな。お金持ちの生活って私には合わなくて、あなたとの貧乏暮らしの方が幸せだったわ。だからそっちに帰るね。お金持ちが嫌いってこと？そう、わずかなお金で節約して、狭い家で小さな食卓を囲んで家族で笑って食べるの、そんな生活がいい。だったら今俺金持ちだから合わないね。え？君の旦那さんからもらった慰謝料とか貯金とか合わせて二人とも大学に入れる気だったんだけど、なぜか行きたがらなくてね。あの子たち高卒なの？ちょうどシュートが大学進学するかしないかのタイミングで、俺の行きつけのリサイクル店のおじいちゃんが亡くなって閉店することになってさ。よく通ってたわね、あそこ。おばあちゃん一人じゃ無理だもんなって俺が言ってたら、シュートが俺たちでやらないかって言い出したんだよ。そうなの？大学は行かないから、その分のお金でおばあちゃんから買い取って少し手を入れて綺麗な店にすれば絶対うまくいくって説得されてさ。まさか成功したの？そうなんだ、買い取りも販売も絶好調でさ。そしたらエータまで大学行かないって言い出して、今は3人で楽しくやってるよ。支店も何店舗かあるんだよ。へえ、いいわね、楽しそう。まあそういうことなんで。私も手伝ってあげる。いや、バイトの子もいるし人手は足りてるんだ。食事の世話とか私にしかできないこともあるでしょ。自分らでやってるから心配しないでくれ。遠慮しなくていいの、すぐに住所教えて、今から行くわ。え、でも。ああ、ちょっと待ってくれ、シュートが話したいって。え、嬉しい。サキエさん、シュートです。シュートなの？サキエさんなんてやめてよ、ママよ。ずっと寂しい思いさせてごめんね。ああ、全然大丈夫です。無理しないで。てか、親父優しいっていうか気が弱くて言えないからはっきり言いますけど、俺らに関わらないでもらっていいですか？ママが戻ってくるのよ、嬉しくないの？迷惑ですね。なぜ？あんた子供捨てたんだよ、忘れたの？あの時はどうかしてた、それを謝りたいの。いきなり学校から帰ったら親父が泣きながら言うんだ。母さんは出てったよ、俺のせいだ、ごめんって。そうだったのね。あん時俺は思ったよ、親父は優しいけど頼りにならない、弟だってまだまだガキだ、俺がしっかりするしかないって。だから気張って生きてきたんだ。聞いたわよ、お店のことだってあなたがやろうって言い出したのよね。立派だわ。貧乏が嫌で出て行ったあんたを見返したかっただけだよ。チャンスが目の前に転がってたんだ。神様はいると思ったわ。ママにもお手伝いさせて、せめてもの罪滅ぼしよ。何度言えばわかる、俺らに母親はいないし会いたくもないんだよ。あなたはそうだも、エータはどうなの？あいつこそあんたを恨んでるよ。なぜ？あんたが出て行った翌日、あいつ小学校最後の遠足だったんだ。え？親父が作ったしょっぱいおにぎりと真っ黒焦げのウインナーとぐしゃぐしゃの卵焼きを隠れながら食べたって言ってたよ。悪いことしたわね。お弁当なら今からいくらでも作ってあげる。今じゃねえんだよ！シュート？俺らがいてほしい時にいなかったくせに、10年経っていきなり母親やらせろなんて、都合のいいこと言ってんじゃねえ！謝ってるじゃない。謝るなら何してもいいのか？それがあんたの教えか？じゃあ、俺らに近づいたらてめえのこと、ボコボコにしてやるよ。
謝るからいいんだよな。そんな怖いこと言わないで。私だって今の夫に暴力振るわれて辛い目に遭ってるのよ。それがあんたが選んだ人生だろ。受け入れろよ。そんなに怒らないでってば。相手があんたじゃなけりゃこんなに切れねえよ。お父さんも50歳なのよ。お世話する人が必要でしょ。冷静になって考えて。しつこいババアだな。親父には大切な人がいるんだよ。は？何驚いてんの。だってさっき再婚なんかしてないって。俺はモテないからって。旗から見ててこそばゆくなるくらい奥手な二人なんだよ。どこの誰なのよ。お客さんだよ。よく来てくれるんだ。お弁当作ってくれたり家のこともやってくれる。さっさとプロポーズしろって言ってるんだけど、あんな素敵な人が自分を好きなわけがないとか言って、ここ5年くらいこのまんま。それは脈なしね。お父さんはきっとママのことが忘れられないのよ。ほらな、こういう風に勘違いするだろ。今親父を焚きつけてやったよ。早くプロポーズしないと。元妻が押しかけてきて荒らしまくった挙句、大事な人が逃げていくぞって。余計なことしないで。指輪持って出て行ったわ。何しに？プロポーズだろ。私に？なわけあるか。せっかく戻れると思ったのに。履歴見せてもらったけど、あんた今幸せじゃないんだな。そうなの？かわいそうだと思わない？思うよ。でしょ？だったら。そうじゃなくて、こんな楽しい家族の時間を共有できてないことだよ。そんなに楽しいの？そりゃもう最高に。高卒なのに？高卒だからかもな。あの時大学進学を決めてたら、この店を譲ってもらう発想には至らなかっただろうから。戻りたい。暴力旦那と仲良くな。一つだけアドバイスしてやるよ。何？証拠と診断書取って警察行け。シュート。俺を産んだ人がボコボコにやられるのはさすがに気分が悪い。いい男になったわね。父親の育て方が良かったのかもな。うん、きっとそうね。瑛太には黙っておく。だからもう連絡しないでくれ。わかったわ。ごめんなさいね。プロポーズうまくいったかしら。あ、どうだろう。破れた T シャツで出て行ったからダメかもな。相変わらずね。じゃあな、母さん。後日談。私はシュートに言われた通り、録音や写真、動画などで暴力の証拠を確保し、診断書を持って警察へ駆け込みました。シェルターと呼ばれるところに入ることができ、その間はスマホも使えませんが、自分と向き合う時間になりました。間違った道を選べば二度とは戻れないことを思い知ったのです。夫は傷害で逮捕され、弁護士を通して夫との離婚が成立し、慰謝料と財産分与で1000万ほどいただくことができました。元夫のリサイクルショップは通販をやっているようで、新生活に必要なものはそこで揃えさせていただきました。関わるなとは言われましたが、商品を買うなとは言われてないので、私の旧姓だから気づいてないかもしれませんね。お店のインスタには元夫、息子2人、そして可愛らしい女性と赤ちゃんの家族写真がアップされていました。自分がそこにいないことの意味を一生問いかけていくつもりです。